はい、みそこちゃです。よろしくお願いします。ということで、今回なんですけども、こちら。はい。新境駒、チャビ使っていきましょう。性能見ていきます。スキルがリザイアと、速力ですね。マターン条件の一旦800615%のデバフと。で、40% を切ると、吸収が、追加効果で発生しまして、800の吸収と。で、コンボスキル、リアクト。エレメントですね。盤面のコモの素数8枚以上で発動しますと。青が2100の特殊、赤が800の毒と1400の火炎ダメージ。で、緑が1000の吸収となっております。はい。いや、これはね、誰がどう見ても強い。だって、英語までディザイアで2400アドに 15% デバフがついている。なおかつコンボスキル全部2000アド以上となっていますので、まあ、どう考えても強いよね、これね。はい。で、はい、当然ね、エレメントの駒ということでエレメントで使っていくんですけども、先に言っておきます。まあ、謝っておくんですけども、僕のエレメントデッキ、あまりにも弱い。うん。駒がなすぎて、本当にね、エレメントのパーツ寄せ集めて、やっとできたデッキがこれなんで。でね、迷ったんですよ。メルベとかに入れても一応強いと思うんで、そこで試そうかなとも思ったんですけど、まあ、コンボが使えなくなっちゃうからね。まあ、せっかくチャビの性能を見るんだったらやっぱエレメントがいいかなっていうことで、もう無理やり強引にね、組んできたんで、デッキは参考にしないでください。だからこのまま組むと死ぬほど弱いです。なので、今回ね、まあ、普段はその新駒使いつつデッキの紹介とかもするんだけど、まあ、今回ちょっとデッキの紹介はまあ無理なので、チャビの性能を中心に見ていく感じにしようかなと思います。では早速やっていきましょう。さあ行きましょう。一戦前でシャウーラー。さあ、シャウーラリーダーと、神獣ですね。さあ、まあ、手駒悪くないね。いいよ。ソテファビオからブラジル編沖まで見えてますかね。さあ、このエレメントね、どこまで勝てるかですね。本当にね、駒がなすぎて、マジで強引に組んだ敵なんで、正直勝てる気はそんなにしてないけど、なんで、ね、本当はエレメントコレクションとかも、今月10連ね、回そうと思ってるんですけど、コレクションの順番的に一番最後なんだよね、今月ね。17日とかあたりに来ると思うんで、エレメントのコレクションね。なんで、引けないんだよね。だから、まあ、仕方なくちょっと強引なエレメントをね組んでやってるわけですけど、さあ相手アルカードを成り打ちに打ってきたと。まあ一旦ブラジル表記します。でちょっと赤に偏ってるんで、次ちょっとトランスでエレメントをねばらけさせてあげた方がいいかなって感じはしますね。さあここで B さんですね。 B さんのエレメントが何を引いてくるか、赤ですね。で角も赤なんで、これはちょっと青に変えとこうかな。はい、さあでこれファビオ次、そうだね、これもう相手ヒデルシタ X 来たら B4 にファビオ打って攻めちゃっていいかもしれないですね。でベルグレードはちょっとね遠いあるんで打ちたくないんですけど、ただ後の方になってくるともう打つとこなくなっちゃうんで、多分出番ないかなこれ。お、来た、チャビ来ましたよ。ちょっとチャビのコンボ見たいよね。いやでもさすがにフィルクかこれ、さすがにかな。相手多分ここシャウラ打ってくるよね。さすがにフィルクだねこれは。一旦こうして、さあいい吸収、毒も入れてと。さあ相手のベラジもあるんでね、もたもたしてると押し切られちゃうんで、おっとまずい。じゃコンボ激強ですね。あこれはもうちょっと、おお強い強い強い、これもう押し切りにいっちゃいましょうか。さあここでチャビいっていきますと、まずはここで800の毒に 15% のデバフとフェルクコンボ強いよ。さあ毒入れてと。でディザイアで 40% 切れば吸収も入りますんでね。そしてコンボスキルは全て2000アド以上ですので、これ強いよね。でそうこれディザイアで吸収なんで、そう後から吸収だからね、これ雑に初手とかに切れるのも強いんですよね。この駒ちょっとやばすぎる。いってー。死にますがこれ、え、これ死ぬんじゃない、大丈夫、吸収が入る。お、こいつの、お、エレメント緑引いた。ちょっとねチャビコンボ使いたいけど、ペトラのコスト死ぬんで、さすがに一旦こうですね。吸収入れながら、さあチャビの、ね、吸収も入って毒入れてと。お、いいね、強いね。さあで最後に春まででで
仕留めれば良さそうだけど、エレメント赤引けたいね。赤のエレメント引ければ毒とか炎で通るんで飛ばせそうだけど、あら赤あったあったあった、あそこに打つか。ほい、ここで赤エレメントに置いて毒からの火炎、ナイス、オッケー、いいね、シンプルに強いね、やっぱね。さあいきましょう、2000倍とアダン。さあマタン対メント、マタン相手ね結構火力がね、ちょ僕のデッキ足んないんで押し切れるか心配なんだけど、起きましたね、ジャビ。これでやっぱ初手にね雑にこうやって切れるのがね強いんですよね。これがやっぱデザイアの強いところですよね。で2手目、まあ、リーニーかなー、この感じだと。お、まずくないそれちょっと待って、危ねえ、危なすぎ。これどうしようかな、エレメント優先するか、成り打ちでちょっと緑のエレメント取りに行っといて、で次リーニー打ちましょう。これリーダープラス振ってないな後で振っとこう。ここで赤引いてくれるとでかいんだけど、青か、まあまあいいでしょう。右ウェックさえかな、これありに見えるな、これ右ウェックス。ただねベレグレだとそこのコンボ弱いんだよな、どうしようかな。まあでも打つか。はい、ここ打って、で相手が C5 に打ってきたら左じゃない、右下 X 打ってトライレズナンスで火力出しながらかな。あとカドブラジェ、これはこれおそらく A3 でいいはず。お、強い、エリスコンボ置いとくか、これあそこに。ちょっと打つの早いけど、はい、これでエリスコンボ置いちゃって圧をかけておきましょう。いや回復強い、オクラケ3600、シンプル強いね。で相手がどう展開してくるかですね、これ。守護者速攻。となると、一旦リーに置いてよさそうかな。それか、一旦エリスコンボつなげちゃう手もあるな。つなげちゃうか、これ。トランスケースはあれだから、先にこっち打って、どこ打とうかな。ここかな。こっち先で、つなげちゃって毒火炎強強いな。さすが超駒だね、エリス、マジで強い。でこの状況にもう一回ね使える状況ができていますので、これめちゃくちゃ強いよと。で召喚ちょっと強いな、それ。はい、フェルグはい、フェルグとトランスしましょうか。青にトランスしといて一旦これで、さあ全部2ずつなんで、おそらくエリス最大値かな。そうだね、ここもマックスですね、これで。いいよいいよ。さあフェルグ打っちゃいますか、これこれ緑のエレメントを吸収入れながら打っていく、強いいやこれさすがに強いね。これこれあれじゃない、これさ、チャビのデザイア発動しなそうだけど発動する前に終わりそう、これチャビのデザイアが。これもまあマモン消しですかね。でまた吸収がついてますが、メットコールでいいかな。これで、まあ、罠ちょっと回収しながら吸収入れて、よし OK。 であとはリスコンもつなげば多分飛ばせるはずなんで、ここで村正とかだとワンチャン分かんないけど、でもそしたらディザイアも発動するから、おおっと怖い強っけど耐えていきまして、さあ
ギザイアダブルで入りますよ。これはこいつで進めましょうか。はい、特殊カーの吸収毒火炎とよーし、 OK。 さあいきましょう、3戦目相手コンバート。さあコンバート相手はね、一応チャビが食力持ってますんでね、あとフェルグとかで多少なんとかなりそうではあるけど、まあ初手はとりあえずベルグレーデと。さあ手駒周りは悪くないですね。で2手目、まあ成り打ちいった方がいいのかな。これ春丸とかをね、ほぼ強い駒を24に置いていきたいけど、最低レオンハルト打ってくる。おエレメント的に先にこれ打ってもいいな。はい、打ちますか。これ先に打って、で後からプーアウトでね、エレメントを調整する感じでいいかな。あ、そっちから来る、本もつなげてくると。まあ、これはじゃあ普通に視力でいいのかな。どうなんだろう、まあ、視力打つか。でエレメント、いやーこれな、打ちたくないなあとこうすれば、いやこうしたら他から打ってくるんだよな確か。まあじゃあ赤取っとくか。さあちょっとね、ここのトラスキースキルあんま強くないんだけど、まあどうせ次のウペアアウトで調整できるから、まあいっか。で相手がどう来るかですね。さあそっちからあんま見ない盤面だな、ちょっと分かんないなこれ。まあそうだね、 F3、F2 あたりが安牌に見えますけど、それか一旦 A4 もありか。A4 打つか。 A4 打ってこれでダメ出しといて OK、 強い。でカード打ってくる。でここを F2 に取りましょうか。ファビオいいよ。じゃファビオ置いて、さエレメントがちょっと偏ってるけど、まあ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 、そこのコンボがね、ベルグレーなのがちょっと弱いね、これ。で、おそらく相手としては次、ビールクを取りたいと思うので、多分、それね、そこ置いてくるよね。で、それ消さないとコンボするぞと。であれば、こっちも晴れ丸を打って、圧をかけましょうか、これで。コンボつなげたら晴れ丸コンボがつながるよと。シャウラが来るとちょっとまずいんだけど、これシャウラ来たらやばいな。あ、焦る、それは耐える、それ耐えるよね、さすがにね。俺強よ意外と危ない。でこれをマルテルを繋いで勝ちと。オッケー、危ないっすね。これ飛ばして、あれ飛ばせるよね。おっ、おっ、うん、おうおう、びっくりした処理が追いつかない、危ねえ。さあ行きましょう、4戦目。シアン、シアン対面どうなんだ。エレメント、まあでも赤のエレメントは貫通していくんで、そこは強いのかな。さあベルグレ打ちたいけど、初手はやめてほしいなよし、おシアン火炎だ、なるほどね。メレベをメタリ2と、あとこっちはね、今回エレメントなんで、まあ、召喚じゃないだけね、ちょっと刺されにくいよと。そう考えたらなんかエレメントの召喚駒ってまだ出てないですよね。なんかね、他のデッキは結構出てるイメージだけど、流血とかもね召喚出たりするけど、エレメントってまだそんなに出てないか。まあでもエレメントマタンの駒採用できるからね、別にエレメント専用で出さなくてもってところあるか。今回ブランジェッタ入ってるしねなんならねって考えると、まあいらないか。吸収入れて、さあフェルグシンプル強強と。で、晴れ晴れぶっ刺さりですね、これ。召喚対面なんで。
さてコムロック、まあ、これはエマが出ますよと。お、召喚一、そこはありがたい。お、ウプヨアとか、うわ、打ちたくね。打ちたくね。これ X 打ちたいんだけどな。まあ、そうね。いきますか。これで、どっから吸ってくる。あ、青吸いやがった。青吸うなよ。まあ、いっか。そう、多分トランスの時って、あれ、おーっと。氷結。なるほどね。あ、トランス来た。これでちょっと、青返してもらえますか。はい。ペイントランスで、ちょっと青返してもらって。OK、いいよ。で、相手もまだそんなに火力出せてないんで、あー、これまずいな。でもこれ後半全体範囲1枚置かれただけで相当の回復になるんで、でも晴れまで引いてるんですよね。アンチヒールすれば解決と。これまあ吸収が発動するよね。シュランゲでもいい気がするな。シュランゲ打ちましょう。シュランゲ打って毒、そして火炎、いいよ。いや、順調に削れてますね。まあ、削れてるっていうのと相手が火力をそんな出せてないんで、まあ、順調ですね。これ迷うね。右下 X 置いてにするか。でエマ置いてもこいつとも吸収が発動するのか。まあ、エマでいっか。吸収発動する。OK、強いね。で、ここですよ。ここへ今返してきて、2ビーチしてくる可能性もあるんですけど、さすがにかな。全体感置いてきた。これは、回復。でも、そんな回復しないな、これ。わざわざアンチヒールする必要もないか。で、先にこいつ置いておこっか。チャビはね、もうどこ置いても強いんで。もう一旦これで良さそうかな。はい、さあデザイアも控えていて、ハルマルも手駒にあってなんで、これもほぼ勝ちなのではとか言ってね、油断してると負けるからね。じゃあチャビ打ちましょうか、この辺で。まあ、吸収が発動するけど、エレメントがすっごい。134。134です。はい、吸収入れて、毒入れて。さあ、そして、チャビのデザイアも入ったので、ここで軽く出すと、デザイアがもう一個増えると。これは、いけそうだね。毒ももう一旦あるし、800の吸収もあるし、これどんぐらい回復する？あ、強いな。意外と強い。ちょっと待てよ。1600で800圏内入ってるよね。入ってる。2400でこいつがだから飛ばせるね。いきましょう。これ毒打って、さあ行きますよ。帰ってくるけど、特殊からの吸収入れて、毒入れて、火炎も入れて、よし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 、 OK。 さあ行きましょう。5戦目、相手はフェリア混合と。さあこれ初手チャビだな。初手チャビですね、これ。コンボ使いたいけど、やっぱこの雑に切れるって強みがあるからね、なかなかコンボ使う機会が。お、これだったらコンボ弱いんで平行打ちましょう。ちょっとね、チャビのコンボ見たいよね、これ。エレメント緑、まあ、初手はまあどれ取ってもいいと思うんで。さあこれで次ね、
ちょっとコンボ見たいけど、相手がどうってくるか次第ですね、これ。消してくるかな、これ。あ、消されました。コンボ見れませんでした。消されたと。まあ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 。知らんげを。そうだ、これ毒、火炎で打ちたいね、防御あるんで。なので、こっちから打ってあげて。で、ワンチャン次でも晴れ丸っていいかもしんないな。いや、まだ早いかな。いや、でも 12% 出るもんね。打っていい気がするな。そしたら、もう次で。そこ打ってくるでしょ。なんで、もうここで、F4 に晴れ丸打っちゃいましょう。これは。エレメントは赤と。まあ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 。トランスあるんでね。この偏りは多分後から直せるんで、まあ全然大丈夫と。で、80% 切ったんで回復発動しますね。これエマがいいかな。これ多分モノレゾナンスなんで一番多いですよね。なんで毒と火炎が発生するんで、罠をね、ちょっと無視できるんで、こっちから打ってあげて、で、コンボトライレゾナンスなんで、それも強いよと。OK、いいよ。エレメントむずいね。使うの。さあ、アルル。さすがに3枚だと、ちょっと動線ガンガン組まれちゃうんで、まあ一旦 A3 が安定ですかね、これは。で、トライデザンス置いといてもいいな。そうだね、置いとこっか。で、ついでにエレメントもちょっと偏りを直しといて。いや、でもこういう時って火力出した方が良かったりするのかな、エレメント。ちょっとわかんないな。さあ、どうしてくるか。まあ、角から来るのが安牌なんかな。あ、そっちから。で、ダブコンつなげたいけど、ダブコンつなげるとコンボ組ま、いや、これ、イシュタル切ったんだったら、ダブコン打ってもいい説あるな。打っても良さそうだけど、まだ一旦 D1 でもいっか。そうだね、一旦 D1 でもいいね、これ。一旦じゃあこっち打って。で、角打ってきたら、トライレゾナンスのコンボがつながるのと、D2 からね、新しい動線組みながら、はるまるコンボが打てるんで、で、B1 打ってきた場合はダブコンが打てる。おう、まずい。それは、ちょっと待てよ。これは耐えるしかないんだが、 50% は絶対切るんで、となると、まあダブコン打って火力出しといてしかないね。はい、まあでも火力は相当出る。あ、強っ。で、一応ね、トライレゾナンスでちょっと吸収入れといて、乱体は引いてない。これ耐えそうじゃない、ワンチャン。乱体ないんだったら全然1万6000あれば耐えれそうだけど、これ飛んだりするんかな。いや、まあ、あいつ強いもんな。どうなんだろう。で、もう一個不安要素言うと、次のターンですね。次のターンのフィニッシャーがいない。あ、それはダブコン。それダブコンです。で、耐える。ただ誰も発動しないんだよね。これ2枚発動しないから、オッケー、危ない。赤のエレメントね。これ飛ばせるよな。で、チャビの吸収ディザインもあるから、多分大丈夫なはず。吸収？毒。火炎。よし、オッケー。危ねえ。さらっといきましょう。相手、ナルアダルアと。さあ、竜獣か？魔獣っぽいかな。さあ、チャビ引いてますよと。チャビのコンボずっと使えないな。これ、いや、これ申し訳ないな。動画、もうこれだいぶね、やってるんですよね。1時間ぐらいやってるんですけど、いや、もっとか、もっとやってて、ちょっとね、チャビコンボがね、使えないね、これ。一回も使う場面なかったな。
あ、竜獣の相手、これ。あれかな？メルベメタかな？竜獣なのは。まあ、普通に風車でいっか。はい。ペリグ打って、で、ちょっとジェマがね、80% なんで、発動ちょっとしないんだけど。お？いやー、でもこれあれか。多分そうだよね。E4 から来るもんね。コンボ使えないか。シランゲ打って、どうかな、ワンチャン C5 来ないかな。でも C5 来るときってね、大体グノーなんですよね。いや、まあ E4 だろうな、これは。ですよね。そうですよね。まあ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 、分かってましたよ。まあこれ青で、ちょっとエレメントをね、調整しまして、誰かな、F2 から来て左上 X ってかな、これ。それ結構きついんだよな。まあただフェルグ打ててはいるんで、削りは問題なさそう。ハルマルも引いてるんでね、なさそうだけど、問題耐えきれるかどうかですね、これ。まあエレメント使いつつ、チャビの吸収もあるんでね、その辺使えばなんとかなりそうではあるか。緑でどこ打つか、これ。D に強そうだけどな。D に打ちますか。はい。さあ、これ消さないとトライレゾナンスのコンボがあると。ただ消したら消したで盤面がね、だいぶ有利になりそうなんで、さあどうしてくるか。外周火炎とか持ってるのかな。これベルーがあったらやばいけど、多分ないと思うけどな。どうなんだろう、あるんかな、ベルーが。これこっち打って当てて、これ取る感じですね。まあ、ただこれ取った後にまたね、十字火炎で燃やされる可能性あるんで、まあ、そこはちょっと盤面見ながらかな。決まり、それ強いね。どうしようかな。吸収が入る、でフェルグの毒も入る、でエレメント緑か。これこっちからじゃないか。これで吸収強で毒入れて、これ耐えるんじゃない。これ消さないとマーレイリのコンボつなげるし、でハルマル残したらハルマルコンボなんで、で毒もう一旦あるから、いや飛ばせるか、結構ギリだなこれ。ギリだな。もうこれ飛ばさないといけないんだけど、エレメント次第ですね。青か。わ、これランダムか。これ何発すんだよ、これ。特殊、特殊、お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 、これは倒せんじゃない？よし、危ない。オッケー。はい、ということで今回ですね、チャビ使っていきました。いかがでしたでしょうか。ちょっとコンボがね、使える場面がなかったんで、コンボ使うシーンがなかったんですけども、まあでもスキルがやっぱりね、今回のメインというか、まあ、コンボもね、十分強いんですけど、やっぱスキルのこの、ね、2400ハードを出しながら 15% デバフっていうね、ところメインで使うのがね、まあ、中心かと思いますので、まあ、初手に雑に切って2400ハード取れるのは強いね。で、コンボも使えたら、もう2100以上、いや、2000以上か。吸収が2000の、特殊が2100で、赤が2200なんでね、もう高水準のダメージ出せますんで、まあ、エレメント使う方にとってはもう必須級の駒になってると思いますのでね。はい、エレメントをガチで組んでる方は、ぜひね、引いてみてください。ってことでね、皆さんの感想などありましたら、コメント欄によろしくお願いいたします。今日最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。